フォルム・ローマヌム内での一修復前の18世紀の姿、ティゥスの外戦門は、イタリア・ローマのフォルム・ローマヌムにある古代ローマ時代の外戦門。82年、ローマ帝国第11代皇帝ドミティアヌスにより、先代皇帝でドミティアヌスの兄でもあるティゥスのエルサレム、後位戦闘での先行を称えるため建てられた。この外戦門は、16世紀以降に建てられることとなる。 外線門のスタイルの手本とされ、その中には有名なパリのエトワール外線門などがある。中世、フランジッパニケがこの外線門を取り出に作り変えた。また、近世において初めて復元作業が行われた建物のうちの一つでもある。修復事業はローマ教皇ピウス七世の下で1817年に建築家ラファエル・スターンが取り掛かり、 ジュゼッペ・バラディエールが引き継いで、1821年に、トラバーチンを用いた素先作りにて完了した。外線門に使われている円柱は、縦溝のあるものとないものがあり、後者は19世紀の修復で作られたものである。フォルム・ロマノスの広場側の碑文は、逆側の碑文は19世紀の修復時に刻まれたもので、ありがとうございます。